私の可愛いビースト。はい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 。いけるいける。あ、うまくなったな。ちょっと今ななこさん部屋にいるので持ってきました。これあのバックカントリーとかで山を登るときにスキーの裏に貼ってスキーが滑らなくするシールですね。これをいつも動画撮ってくれてるダイゴがですね使わない部分をくれたのでこれをスキーに合わせてカットします。そもそもスキーが結構細いからこんなにね細くやっちゃうとねはみ出ちゃうんですよね。このぐらいの太さで今これは左右がくっついてるじゃないですか。念のため伸びてくるかもしれないです。よし。おはようございます。シーズンインですね。シーズンインさん、スキーも新しくなってなんかシャーみたいやね。なんか今ちょっとトイレ行ってみます。バッグにこんな感じで忍ばせておりまして、ちょっと進んでいきましょう。タコさんあれや、一旦ちょっとブーツちゃんと合うか確認しとくわ。スキーブーツ借りていい？はい、うん、あの調整してくる。昨日ビンディング外してるじゃん。で調整、ここの前圧とかやっとかないとシーズン始めだからちょっとずれてるかもしれないしっていう。だってあのスキーまだ履いてないでしょ一回も。うん、確認。完成。まさかこんな感じで貼ってあるとはね。さあ私がなんかシーズンインって明けましておめでとう感あるね。確かにそうかもしれない。ガチガチやん。なんか硬いね。シーズンインだからちょっと挨拶する場所を選びたいね。うん、どうしようか。あんまり人が多いところだとそうだね、邪魔になるね。ちょっとその開けたとこ行こうか。はい。あ、ブーツ快適。快適ですか。快適ですよ。当たるところもないし。よし。スキップが残り2回ってどういうこと。あ、気にしなくていい。それはチュートリアルの表示の回数だから。おいほい。そうそうそう。これどこ押すの。ここや電源。電源入れた。はい、これで撮れるよ。なおこさんがプレゼントしてくれたカメラですね。こっち。おー、どうですか。新しいおもちゃ。あ、倒れた。よし、ここでじゃあシーズンインの挨拶。たくさん人が来ておられます。新しい板が綺麗です。ワックス掛け頑張ったもんね。頑張りましたね、自分でね、なおこさんが。さあ、じゃあちょっと挨拶して行ってみましょう。おい、じゃあここであのカメラに向かって挨拶しながら行きましょうか。はい、よっこいしょー、どっこいしょー、毛がもりもり。では行きますよ。ちょっと出す。なでなで。タケルです。ナナコです。まあ僕たち、シーズンインということでね、2020年、21年シーズン、はい、今シーズンもやってきましたよ。やってきましたよ。はい、楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします、ね。平日ですけど結構リフトはこの時間になると結構並んでるかな。まあちょっとね、リフトまで1本しか動いてないからっていうのもあるけど、はい、うん、まあ楽しんで滑っていけるかなと思います。コースは幅が3分の2ぐらい。あ、やばい、怖い。何や、怖い。もう斜面見ただけで恐怖や。でも去年あんなに滑れてるからね。そうけど、うん、もうリフト自体が本当は怖いっていう。ああ、本当？高いとこ久々だから。今シーズンしかもあのセントラルクワッドがフードなくなってるからね。
寒い。そういう意味でもまあ寒いしちょっとあの怖い感じあるかもしれないけど、まあ安心やね、うん、安全やね。まあでもそうそうそう、コロナウイルスの対策っていうのもあるからそこら辺は、うん、対応していきましょう僕たちも。はい、ね、ということで奈子さんちょっと道具がスキーだけ変わってるっていう感じですね。ブーツウェア、ヘルメット一緒で、ストックちょっとこう変わってるけど、これは夏の間にもう使ってるからインラインスケートで黄緑よかったですね。伸縮タイプになりました。バージョンアップ、バージョンアップ。スキーが新しくなったんで、新しいスキーの感覚を確かめつつ、はい、去年の滑った感覚を思い出しつつって感じで、はい、怪我なくシーズンにしていきましょう。今シーズンもゆるりと、ね、楽しんでいきましょう。楽しく、はい、健康にやりましょう。いきましょう。ではシーズンよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあスキー履いていきましょうか。はい、俺先スキー履くわ、ちょっと待ってて。僕は今シーズンちょっと今現状で言うと、なんだ、ウェアとストックが変わってるか。そうだね。あ、ヘルメットゴーグルも変わってるね。そうだね。あ、ちょっと滑らないけど。滑らない。奈子さんのはめっちゃ最強に滑ると思うよ。お、楽しみ、はい、ビースト、私の可愛いビースト。はい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 、ちょっと裏側、あったあったあった。風強いからね。なんかガンガンするのは本当は嫌よ。いや、入っちゃえ。いけるいける。あ、うまくなったな。吐くの、さあ、行きましょう。よい。なに。ちょっとストックで漕いでいきましょう、今シーズンは。どうしたの、あこさん。あのスケーティング足バタバタしない、ちょっと声で頑張ってください。ちょっとどうしたの。シュシュバダイ。あのストックで声でください。声でいきます。 なんで足上げるの。だって進まないだもん。なんでワックス塗ったやん。シュシュ、昨日ワックス塗ったじゃん。なんやだから、なんで足バタバタするの。だって進まないだもん。スキーは滑るもんだから、こうやってストックで漕いでくださいって。だって行かないもん。進まない。なんで、昨日ワックス塗ったじゃん。分からない、もう感覚を忘れている。完全に感覚を忘れてるんですね。そうなんだ。そうだって、これで行ってたもん前。え、じゃあちょっと下向いて滑ってみて。こうやって滑らなかったらおかしいじゃん。バイバイ。ムカつくもん。行かないんだもん。なんで滑んないんだろうね。知らない。なんかさ、なんかさ、ドッキリ。何？ドッキリです。ちょっとまさか足を上げて歩くとは思わなかったね。確かに去年から足上げて歩いてたもんね。うん、はい、ということでドッキリ。新しいスキーが全く滑らなかったらどう反応するか検証でした。ドッキリです。スキーを外して見てみて、滑走面。よいしょ、よいしょ。マジでぶっ殺す。もう今日ご飯抜きね。いやいやいや、もうご飯は作ってやら。なこさん、それ知ってる。知らんよ。俺とか大吾がバックアントリーで裏山登るときにスキーに貼って、うん、スキーで登れるようにするやつね。あー、シール。それを今回ちょっとこう逆に貼ったので前に進まないようになってます。私こういうの増えるんやったらもうやらん。すいませんでした。ブラックダイヤモンドなんだねこれ。あ、よくわかったね。マークは知ってるよ。剥がすのはどうやんの、うん、ちょっとやってあげるよ、ちょっと待って。なるほど、あのマジックテープのふわふわのやつみたいなやつね。そうそうそう、それがもう一方向になってるみたいな感じだね。うん、そう、毛の流れがこっちが逆さまになる。そうそう、いや、めっちゃ考えたんだよ。なんかさ、養生テープ貼って、その上にガムテープ貼るとか、考えたけど、結局なんか滑っちゃう可能性あるからと思って。よし、これで、はい、心置きなく滑れますね。よし、並んどくぜ。ちょっと待って、どうですか、滑りますか。
たり前じゃないか。昨日ワックス塗ったからな。よく滑る。大成功。大成功。マジでムカつく。気を取り直して行ってみましょう。気を取り直させるのは君だ。私の機嫌を今日一日取っておくれ。結構並んでるね。並んでるね。いいことだ。10時半ぐらいです。さあ並んでいきましょう。うい。安比高原セントラルクワッドがこんな感じでフードがなくなりましたね。開放的。シーズン始めはやっぱり雪が少ないから、うん、結構地形が出てる、うん、ボコボコだね。ボコボコしてる。あとはその降雪機の雪と自然の雪が混ざってるから、うん、硬いところと柔らかいところがあったりするからちょっとねなんか不安定っていうか、うんうん、いや結構でも人来てるね。ね、多いね。車もね結構多かったし。そうだね。ここね夏歩いたね。歩いたね。ここまで来て4時頃歩いたね。さあ先シーズンは初めて降りるとき超ずっこけたから懐かしい。そうそう。いきなりずれました。七子選手余裕ですね。さあということでこの続きは、七子スキー始めましたのチャンネルの方でやっていきましょう。やばい怖いすごい怖い。怖いですね。怖いけどちょっと安比高原はいい感じに雪が降っております。ちょっとまだ雪はそんな多くないけどいいねこの感じ。体操してる方と雪がついてる。あどうぞどうぞ。はい、ということで、シーズン始めいきなりちょっとドッキリでしたけども楽しいシーズンにしていきましょう。直子さん怖い、はい、もうダメだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。